こんにちは、福井教育支援サークルの吉田です。今日はですね、仕事術1回目ということで、まあ、これから少しずつ仕事術についてもお話をしていこうと思います。今ね、一応私は退職して今3人4で働いてるんですけども、そうですね、多分早く帰る方だったと思います。担任時代は6時を超えるようなことはもう滅多になかったです。もちろんね、何か事情があるときは別です。それからね、採用になってしばらくね、仕事の要領を得ない頃は朝一番に行って遅く帰るってことをしてました。そうですね、3年間ぐらいはね、そんな時期続きましたが、ある程度コツを覚えてからは、ね、まあ6時を超えて帰るなんてことはもうめったになかったですね。土日に仕事に行くっていうのはほとんど記憶にないです。じゃあなんでそんなことができたのかというと、もう6時には帰ると、土日には仕事をしないというふうに私は決めてました。そこがね、多分一番大事だと思うんですね。終わりがあるから工夫をするんですね。遅れた分土曜日日曜日にやりゃいいやと思った瞬間に、やっぱり仕事の仕方って緩むんだと思います。だから土日にやればいいやと思っている人たちでぐるぐる仕事を回していくと、少しでも早く終わりがあるんだから締め切りまでにって考えている人たちとでぐるぐる回していくと、仕事というのはね、だんだん増えてきます。年を取るにつけて、年を取っても私は6時までにやるって決めるわけですから、さらなる工夫を加えていきます。さらなる工夫を加えながらぐる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 仕事を回していくのと、土日があるからっていうふうに考えているのでは、これはね、格段の差がつくと思います。それからですね、じゃあ教材研究どうしたのって言われるんですけども、教材研究は私は基本的に家でやってました。というのは、私が採用になった当初はね、そんなに先生方は遅く残ってませんでした。みんな早く帰りました。教材研究とかね、読書は家でやるというのが、まあ、その当時の教員の文化だったと思うんですね。私は若い頃はとにかく次の日の授業準備をして授業に臨むということをやってました。それでね、そうですね、3年目ぐらいから実はこれが結構楽しくなりまして、さまざまな本を買ってきたり雑誌を読んで、これやってみたいなって思うのがあって、それの準備を家でやるのは半分以上のこう楽しみでしたね。そしてやってみる、試してみる、うまくいくこともあるし、うまくいかないこともある。この子どもたちのフィードバックがまた楽しかったんですよね。本当にね、教員になってからこう勉強する楽しさを味わったように思います。そうやってね、教材研究は家でするという習慣がつきました。でも実はこれがとても後で重要になってくることで、こうやって家で教材研究して記録に書いて、まあこれ学級通信なんですけども、年間だいたい私は100号ぐらい出しました。これをまたね、やったことを学級通信に書いたりしながら書く習慣が身についていきました。そうなってくると、研究授業ですら学校の隙間時間にかけるようになってくるんです。はい、もうほとんどね、研究授業なんかも後半部分、私の教員人生の担任の後半部分はもう学校の空いた時間を使って書くようになったと思います。まあそれはね、時間のかかるものもあるんですけども、大体そういう感じですね。ですから終わりを決めてやっていくことで、だんだん仕事が早くなっていったように思います。それでの、ですね、ビジネス書いっぱい読みました。早く終わりたいから、どうすればね、早く仕事が片付くかってことで結構こだわって、文具にも凝りましたね。この文具使うと早く終わるのかなんていうんで、文具もいろいろなものを手に入れました。でね、ビジネス書の中で私が一番今でも響いてるのは、仕事に優先順位をつけないという教えですね。とにかく目の前の仕事から片付けて、つけていきましょうと。明日の 100% より今日の 30% まず着手しましょうと。これは本当に有効でしたね。例えばですね、アンケートだとか PTA の依頼だとか、まあ後にしてもいいやって思う仕事って結構入ってきますよね。これ後にすると、それ探すのにまた無駄な時間を使っちゃうんですね。だから私は目の前に来た仕事は、よほど自分が忙しくない限り、すぐにパッパッパッとやって、すぐに提出っていうふうにしました。これね、後で管理職になって分かったんですけども、教頭会だとか校長会でも様々な仕事がありますが、できる人は早いです。もう依頼したらすぐ返事返ってきます。さすがに仕事が早いっていうのはこういうことだなって思いました。おそらくね、
優先順位をつけず今あるものからやっていくっていう方針を貫かれていたんじゃないかなっていうふうに思います。まあこれからね、少しその具体的な仕事術のスキルもお話ししようと思うんですけどね、まずね締め切りを決めちゃう。そしてねこうちょっと書いたんですけど、早く変えることもね当然若いんですからねいいかなって僕は思いましたよ。ちょっと悪いなと思いました。でもね本当にたくさん本を読んでる尊敬する先輩の中にはさっさと変える人いっぱいいたんですね。もうあの先輩を見習おうと思って、お先にっていうふうにして帰らせてもらいました。ひょっとしたらねあいついつも早く帰るっていうふうに言われたのかもしれませんね。言われたのかもしれないんだけども、やるべきことは大体やって帰るということで、送ってきました。周りのことばっかりね、気にしてるとそれはね仕事は早く片付きません。ね、楽しいおしゃべりをするのは僕はそれはそれでいいと思うんですけども、仕事は早く片付けて自分の時間をちゃんと持つということ、これがね、仕事術の一番の基本だと思います。